これ患者さんの MRI なんですけども、こちら側が前の方ですね、こちらが後ろ、こちらが右側、こちらが左側です。でここが脊柱管といって神経が入っているところなんですけども、正常な脊柱管の大きさというのはこういう感じで丸くなってます。だけどもこの患者さんの場合はこういう三角な形になっていて、特に外側横っちょの方で、脊柱管が狭くなっています。そういたしますと、ここのところに、足に行く神経が、神経根が出るちょうどだところなので、ここのところで、神経根が圧迫されます。この方は、横から見ますとこちらがおへそ、こちらが背中で、ここが骨で椎間板骨なんですけど、これ4番目の骨、5番目の骨、この4番目と5番目の骨のこれは少し左寄りに見せてるんですけども、左の外側の方でこう狭くなっている、ちょうどここの部分ですね。ここで、こういうのが神経なんですけども、神経が圧迫されて、特に5番目の左の足に行く神経がやられているために、そういう症状が出ておりました。ということで、今回行ったのは、この部分だけを圧迫を取るという手術です。そのためには、内視鏡で後方から入りまして、まずここの骨を削ります。そうしますと、黄色靭帯が、飛行した黄色靭帯が出てきますから、ここの部分の黄色靭帯を取る。そういたしますと、その下に直下に、神経根が見えてくるということです。で少し手術出血とか、骨の変化が強かったもんですから時間かかりましたけども、まあ1時間ぐらいでだいたいここの神経の受圧ができるということです。で術中MEP っていうのをモニターしているんですけども、それは 脳を刺激して足に行く神経の流れを測ってるんですけども、この患者さんも受圧が進みますと約3倍に上昇しているということで、手術中の所見として神経根を確認しただけではなくて、MEP という電気生理学的な方法でも神経の受圧ができたことを確認して終わっています。以上です。